スノーマンのメンバーである、メグロレンが、女優の今田美桜への贈り物が、ファンの間で話題になっています。その贈り物には一体どんな意味が込められていたのでしょうか。ファンたちの興味が高まる中、その背景に迫ってみましょう。メグロレンと今田美桜は、これまで何度も、テレビやイベントで共演してきました。その縁からか、 メグロレンが彼女に送ったプレゼントが話題となったのです。そのプレゼントには、一体どんな意味が込められていたのでしょうか。ファンたちの興味が高まる中、その背景に迫ってみましょう。メグロレンは、いまだビザクラに対して深い敬意と友情を抱いていることを公言しています。そのため、彼が送ったプレゼントには、単なるものとしての価値だけでなく、 心かららの思いいが込められていたようですその贈り物が何であったかについては詳細な情報は明らかにされていませんがファンたちはその意味を推測し称賛の声を上げていますこのプレゼントが注目される理由の一つはスノーマンと今田美桜の関係性にあります彼らは単なる仕事上の関係にとどまらずお互いに深い信頼と友情を築いてきました そのため、目黒レンが彼女に贈ったプレゼントは、ただの贈り物以上の意味を持っていたのかもしれません。また、この出来事はファンにとっても特別な意味を持ちます。スノーマンのメンバーが、他の芸能人にプレゼントを贈ることは珍しいことではありませんが、今回のように具体的な意味が込められているという点で、注目されています。ファンたちは、彼らの心温まる交流を見て、 ますます彼らに対する愛情と支持を深めています。目黒蓮が未だく桜に送ったプレゼントが何であったかは不明ですが、その意味深いジェスチャーがファンたちに感動を与え、彼らの絆をさらに強固なものにしていることは間違いありません。今後も彼らの友情と活躍に期待が高まるばかりです。スノーマンの人気感バラエティ番組 それスノーマンにやらせてください TBS 系が3月12日に放送された回では特別なゲストとして今田美桜さんが登場しました。この回では視聴者の心をつかむ新たな企画が展開されその名も女友達が喜ぶ誕生日プレゼントのセンスグランプリ視聴者からのリクエストに応える形でスノーマンメンバーが様々なプレゼントアイデアを競い合い そのセンスを競うというものでした。番組がスタートすると会場は笑いと緊張感に包まれました。スノーマンメンバーたちは今回の企画に向けてそれぞれが独自のアイデアを持ち寄り独創性あふれるプレゼントを用意してきました。視聴者とゲストの今田美穂さんは興味津々の表情でメンバーたちのプレゼントを待ちます。まず登場したのは スノーマンのリーダーである岩本照さん彼が用意したプレゼントはシンプルかつセンスの良さが際立つハンドメイドのアクセサリーセットでした岩本さんは自身の手作りのアクセサリーを通じて女性の心を豊かにすることをコンセプトにしておりその繊細な作りに会場からは歓声が上がりました続いて登場したのは深澤達也さん 彼が披露したのは自身がプロデュースしたオリジナルケーキセットでした。深澤さんは料理への情熱を存分に発揮し、女性らしい可愛らしさと贅沢さを兼ね備えたケーキにこだわりました。その華やかな見た目と美味しさに今田美穂さんも簡単の声を上げていました。そして向井浩二さんが登場。彼のプレゼントは 心温まる手紙と特製のスイーツセットでした。向井さんは自身の優しい気持ちを文字に託し、それに加えて女性が喜ぶであろう美味しいスイーツも添えていました。その温かさにスタジオ全体が感動の渦に包まれました。さらにラウールさんが登場しました。彼が用意したのはおしゃれなファッション雑貨セットでした。ラウールさんは トレンドを抑えたアイテムを厳選し、女性らしいスタイルを演出するアイテムをセットにしました。そのセンスの良さに、まだ美代さんも思わず、笑顔を見せていました。最後に登場したのは、渡辺翔太さん。彼が提案したのは、アクティブな女性に、ぴったりのアウトドア体験プランでした。渡辺さんは、自然の中でのアクティビティを通じて、 心身ともにリフレッシュできるプレゼントを提案しました。そのアイデアにはスタジオ中から大きな拍手が送られました。すべてのプレゼンテーションが終了すると、今だみおさんが一番印象に残ったプレゼントを選ぶ時間がやってきました。彼女は真剣な表情で各メンバーのプレゼントを振り返り、最終的には笑顔で全員を称賛しました。そして、 視聴者に向けても、こんな素敵なプレゼントをもらえたら、本当に嬉しいですね。スノーマンの皆さん、本当に素晴らしいアイデアをありがとうございましたと、感謝の言葉を送りました。この回の放送を通じて、スノーマンのメンバーたちが持つセンスの良さと、女性を喜ばせるためのアイデア力が存分に発揮されました。視聴者たちも、彼らからのプレゼントを受け取りたいという気持ちが高まり、 ままますすす番組への期待が膨らんでいます次回の放送もどんな魅力的な企画が待っているのか今から楽しみですこの企画はスノーマンメンバーが予算1万円で女友達に渡す誕生日プレゼントを選びスタジオに設置されたカフェセットで友達役のいまだに渡し最後にもらって一番嬉しいプレゼントは何だったか発表されるというもの これまで同様の企画でメンバーたちは人形を女性に見立ててプレゼンすることが多かったため渡辺翔太は今田さん本人となるとマジでと緊張気味。目黒蓮に渡辺さん京ロケバスでずっとボソボソセリフの練習をしていたと暴露され言うなよと突っ込んでいたトップバッターの佐久間大介は棒状の卵焼きが作れる デルデルーパーティータイプ9777円を2番目の宮舘良太は頭からこうむる枕オリジナルナッピングピロー18700円を未だにプレゼント続けて渡辺は自身の顔写真がプリントされた感謝状ケーキ8640円をチョイスケーキにはあなたは1年にわたり8勝7敗全部勝たなくてもいい 負けても一回多く勝てばいい精神で輝きまくりでした。それを称え渡辺翔太ず、友賞をここに表彰いたします。これからもず、友だよ、と今田が大切にしている言葉、発祥七杯を使ったメッセージが書かれ実際に読み上げた。今田がありがとうとお礼を述べると、渡辺は顔を赤くしながら、ははは、ありがとうございます、と照れ笑い。 メンバーから、照れちゃダメ。最後決めゼリフ言え。と、ヤジが飛ぶ中、渡辺は、びっくりしちゃった。ちゃんと目見たら可愛くて。と終始にやけっぱなし。その後は、向井浩二が、パテックスウスピタシップ EX968 円1078円。阿部良平が、アロマキャンドルウッドウィックハースウィック香り名、クリームゾンベリーズ6050円。 深沢達也が足で踏んでアラームを止める目覚まし時計踏みマット4777円を送ったそして3月17日公開の映画私の幸せな結婚で今だと共演した目黒は赤い傘ポロベアジャガード調査に1万1000円を前に赤が好きって言ってたと思うから赤にしてみました雨の日に使ってねとプレゼントおしゃれと メンバーから絶賛されたメグロは、毎日使ったり、目に入るものだとちょっと重いかなと思って、たまに使ったり目にするものがちょうどいいかなってと、傘を選んだ理由を説明していた。グループ最年少のラウールは、これこの前、ディズニー映画で言ったら、塔の上のラプンツェルが好きって言ったじゃん。それを聞いて、ディズニーストアで見つけたと、ラプンツェルのフィギュア、 リステージラプンツェルストーリーブックシリーズ6300円を手渡し、僕、女友達っていう存在をあんまり経験したことがなかった存在がいなかったので、初めてプレゼントを渡すときめっちゃ緊張しましたという意識、告白。未だに見つけたというのがポイント高いですねと褒められると、それくらいの距離感がいいのかなって知恵袋で見て、 ヤフー知恵袋で情報を検索したことを自ら明かした。また、鍛え抜かれた肉体を持つ岩本テ氏は、魚の入ったプロテインバー、フィッシュプロテインバー324円と、複式呼吸ができるアイテム、複式呼吸エクサロングピロピロ1078円をプレゼント。最終的に9つのプレゼントが出揃った中から、今だが、 女友達が一番に喜ぶ誕生日プレゼントとして選んだのは目黒が用意した赤い傘。おしゃれだし自分はビニールさんで済ませてしまうところもあってプレゼントとなると嬉しいですねとコメントした。一方もらっても嬉しくないと思った誕生日プレゼントに選んだのは渡辺の感謝状ケーキ。渡辺はちょっと待ってとショックで床に倒れ込み 今だ、教えてくれよ、と、不満げ。しかし、今だが、重たいなと、ちょっとね、ごめんね、と声をかけると、渡辺は、かわいいっす、とデレデレになっていたのだった。この日の放送に、ネット上では、ショッピーのガチテレに、爆笑笑いかわいいから仕方ないよね。あんなにデレデレだと、すがすがしさすら感じる、普通の男の子なんだなってなんだか安心したと。 渡辺のリアクションに対する反響のほかメメが選んだ赤い傘のセンス良すぎ。男性から女性に傘をプレゼントする意味に、あなたを守るってあるの知ってたの知っていたとしても知らなくても、メグロレンってかっこいいなどと、傘を送ったメグロのセンスを絶賛する声が続出。私の幸せな結婚の主題歌。 タペストリーについて、メグロレンだイマダの出演により、多くのファンが注目しています。この曲の歌詞には、涙の傘になろうというフレーズが含まれており、これが一部の人々に、タペストリーにかかってたのかという興味深い推測を生み出しました。タペストリーは、その深い歌詞と美しい旋律で、多くの人々の心に響きます。特に、メグロレン 今度桜のパフォーマンスが加わることで、この曲はますます魅力的になりました。彼らの声が絡み合い、愛と絆の物語を奏でるように、聴衆は感動の渦に巻き込まれます。この曲がドラマのテーマ曲として選ばれた背景には、その歌詞が物語のテーマとリンクしているという重要な要素があります。結婚というテーマは、 多くの感情や経験を包含しています。幸せな時もあれば、悲しい時もあります。そして、涙の傘になろうというフレーズは、そのような、難しい瞬間に寄り添い、支え合うことの重要性を表現しています。ドラマの中で、目黒蓮と今田美桜が演じるキャラクターも、このテーマと密接に関連しています。彼らの物語は、愛と困難。 喜びと悲しみが交錯する人間関係に焦点を当てていますそしてタペストリーの歌詞が彼らの感情とシンクロすることで視聴者は彼らの旅に共感し共鳴することができますこの曲が放送されると視聴者はその美しいメロディと感動的な歌詞に引き込まれますそして目黒蓮と今度さくらの演技がその感情にさらなる深みを与えます 彼らのパフォーマンスは、ドラマ全体の雰囲気と一体化し、視聴者に、不謀の体験を提供します。私の幸せな結婚の主題歌、タペストリーは、単なる曲ではなく、ドラマの革新を捉えた特別な音楽です。その美しいメッセージと感動的なパフォーマンスは、視聴者の心を打ち、彼らの物語に寄り添い、共感を呼び起こします。